皆さんこんばんは、梅光と申します。よろしくお願いします。今回ですけども、生クリームが余ってるので、ティラミスをね作っていきたいなと思います。本来はマスカルポーネチーズを使って作るんですけども、今回はクリームチーズをね使って作っていきたいなと思います。毎度恒例ですが、高評価ボタンまたの方は高評価ボタンをお願いします。チャンネル登録まだよって方がいましたら、チャンネル登録をお忘れなく。チャンネル登録を行いますと、僕の最新情報がいち早くチェックできるので、ぜひお願いします。シンフォギアエキシブ、第8話がもう少しで始まるので、すっちゃだっとね作っていきたいなと思います。それでは、はい。はい、材料はこんな感じです。生クリームはね、賞味期限が8月28日までなんで、急いで使いたいと思います。はい、計量しました。グラニュー糖が 140g で、クリームチーズ 200g、 生クリームが、400cc で、マリービスケットね、これが1箱で、忘れてました時紹介がね、コーヒーね、リゼロのマグカップにこう注いでおきましょうか。コーヒーですね。はい、まずボウルに生クリーム入れましょう。グラニュー糖入れます。ガトーショコラの時と一緒で、3回ぐらいに分けて入れましょう。クリームチーズ少しずつ入れましょう。マスカルポーネチーズとクリームチーズの大きな違いは、やっぱクリームチーズの方が塩分がありますね。塩分とか酸味があります。まあ、本当はマスカルポーネを使った方がいいんですけども、やっぱマスカルポーネは高いですしね。クリームチーズのは濃厚で、なんかクリームチーズは美味しいかもしれませんね。マスカルポーネとはね、ちょっと違った味が楽しめると思います。これぐらいがベストですね。はい、次はこのキャッセロールに、マリービスケットね、開封しましょう。マリービスケットをコーヒーにね浸して敷き詰めていきます。したらね、これ流し込んでいきます。はい、そう。そしたらまたマリービスケットをね敷き詰めていきましょう。
そしたらまた流し込んでいきましょう。第8話ね、めっちゃ面白かったね。続きがめっちゃ気になる。さあ、ティラミス完成しました。早速ね、盛り付けていきたいと思います。それではいただきます。ちゃんとティラミスしてますね。意外と。ごちそうさまでした。